魔王が聞いて飽きる。王大の臆病者め、わしの作戦案を蹴り寄って魔女どもによる奇襲だと。妖精相手に不足な作戦でございますな。そうだろう。あんなハムシども正面から踏み潰せばよいのだ。どいつもこいつも臆病者よ。ブリガン将軍、やはりあなた様こそこの国を治めるにふさわしい器。そうか、いつも前はいいことを言うな。本当にそう思うか、スカルディとやら。もちろんです。王大人は頼りにならぬ猛禄、あなた様しかおりますまい。ん？そこに隠れているのは誰だ。何、隠れるだと。なんだ、貴様もこの核廃が欲しいのか。違うというなら邪魔するな。いや待て、今の話を聞いていたな。何者だくせ者め。ブリガン様がぶちのめして正体を吐かせてやる。やはり狙いはコルドロンか。将軍とやらが言っていたことは本当のようだ。進行が近い。グエンドリン様、お似合いですよ。本当に？お父様は驚かれるかしら。グエンドリン、その浮ついた格好は何だ。王大院王の娘ともあろう者が戦いを忘れ色気づきよって。少しはお前の姉を見習うがいい。申し訳ありません。陛下、ブリガン殿が。何をしているのだ、マヌケめ。気づいてもらえなかった。お母様のドレス、お父様にもう思い出してももらえないのでしょうか。私がドレスなどお出ししたばかりに。
いいえ、気にしないでミリス。私はお母様のドレスを着られて嬉しいわ、とても。グエンドリン様、行きましょう。着替えないと。グエンドリン、オーダインの魔女と恐れられる魔王の娘、あれがそうなのか。聞いた話と随分違うな。